全ては偶然だ。だがその偶然はあらかじめ決められていた世界の意志でもあった。俺はイカれてなどいない。至って正常だ。ここでは真実を語っているんであって、断じて中二病の妄想なんかじゃない。きっかけはほんの些細なことだとしても、それが未来の大きな流れを決定づけてしまうこともある。バタフライ効果という言葉を知っているか。知らないなら調べるのだ。それぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ。残念ながら俺は慎重じゃなかった。自分の愚かさを分かっていたら、あいつを失うことになんてならなかった。未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった。人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことは分かるはずがないんだ。考えてもみるがいい。普段の人間の知覚は 99% が遮断されている。人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ。普段の生活の中に生まれている何気ないことなど気にも留めないし、知覚したとしてもすぐに忘れるか、脳が処理をしないかのどちらかなんだ。うかつなことをするなと、軽率なことをするなと、見て見ぬふりをするなと、もっと注意を払えと。陰謀の魔の手は思った以上にずっと身近になって、いつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだと。宇宙に始まりはあるか、終わりはない。無限。星にもまた始まりはあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであるの。歴史からも読み取れる。海に行ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言える。こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。ああ、ドクター中鉢は抜けかけました。
プリカその考えについて聞かせてもらうつもりさ。何？機関が動き出しているだと？それがシュタインズゲートの選択か。エドさあ、こういう話してたの？それがマユリのためでもある。そうなんだ。オカリン、ありがとう。マユリよ、いつも言っているだろう。俺のことをオカリンと呼ぶなと。でも昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺は法印強魔
世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。だって難しくて覚えられないし。それに岡部凛太郎と一文字も合ってないよ。おかしいね。教えてほしいんだけど。これからここで何が始まるの？お前はそれも知らずここまで俺についてきたというのか。これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。あるいは機関に何らかの妨害を受けたのかもしれないな。巻き込まれるのは勘弁だがな。マユリ、気をつけろ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起き。
マグニチュード 2? 震度とマグニチュードってどう違うんだっけ。予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。これは匂い、陰謀の匂いだ。何を隠したいんだ。さっきの爆発は何だ。これだ。どうも嫌な予感がする。
俺たちの知らないところで何かが起こっているようだ。ああ、分かってる。無茶はしないさ。俺も命は惜しいからな。エル、プサイ、コングル。マユリ、何をしている？あのね、ウーパが欲しいなって。やればいい。ウーパが当たるかどうかは保証できないがな。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。黙ったれるな、マユリ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。それはレアなのか？すごく。あ、普通のウーパだ。Mm-hmm.
では真由里にくれてやろうか。本当？いいの？オカリン。ほう、今日まだ。ありがとう、オカリン。本日はドクター中鉢によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。どうやら始まるようだな。行くぞ、マユリ。うん、待って待って、名前書かなくちゃ。それでは、早速登場していただきましょう。発明家、ドクター中鉢さんです。皆さん、盛大な拍手でお迎えください。ドクター中鉢だ。どうぞよろしく。それではここに集まってもらった諸君だけに、人類史に残る世紀の大発明、タイムマシンについての理論をお教えしよう。タイムマシン？あの人が作ったの？ドクター！バカにするにも程があるぞ。なんだね、君は。俺が誰なのかはどうでもいい。それより、今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ？ジョン・タイターのパクリではないか。あなたはそれでも発明家か。誰かその男をつまみ出せ。出ていくのはあなただ、ドクター。恥を知れ。この人材、あなたには発明家を名乗る資格はないぞ。うさい、黙れ、生意気な若造め。
ます。うん？人間か？まさかここまで手が回っているとは。俺としたことか。ふざけてないで、ちょっと来てください。ここで俺に何かすれば人目につくぞ。そうなれば貴様もいろいろまずいだろう。何かって何ですか？人聞きの悪い。私はあなたに聞きたいことがあるだけです。それに答える義理はない。機関のやり方は分かっている。だから機関って。俺だ、機関のエージェントに捕まった。ああ、マキセ・クリスだ。あの女には気をつけろ。いや、問題ない。ここはなんとか切り抜け。
何をする？あれ？この携帯、電源切れてる。誰と話していたんですか？貴様に答える義理はないが一応教えてやろう。それは俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特別製の携帯なのだ。うわっは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 そう、独り言だったのね。さっき、私に何を言おうとしたんですか？さっきとはいつのことだ？ほんの15分くらい前、会見が始まる前に。私に何か言おうとしましたよね。すごく悲しそうな顔をして。まるで今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私、前にあなたと会ったことありますか？私の名前知ってるんです？俺は全てお見通しなの。天才少女、次会う時は敵同士だな。は？さらばだ！うわっ！あれほどのエージェントを送り込んでくるとは、ついに本気になったようだな。だが、俺はまだ奴らに捕まるわけにはいかんのだ。
死に、マユリを置いてきた。メールか？マユリ、なぜ出ない？まさか、マキセ・クリスメ、マユリをさらったな！おのれ、それが機関のやり方か。あの女、俺におじけづいたか。よかろう、今日のところは見逃してやるとしよう。マユリ、なぜ電話に出ない？そろそろ帰るぞ。あ、オカリン、メタルーパがいなくなっちゃった。
いなくなった。勝手に動き出したのか。それは実にファンタジーだな。落としたみたい。見つからないなら諦めろ。また当てればいい。当たりっこないよ。だってね、メタルウーパーはネットオークションで1万円近いプレミアがついてるんだよ。な、に、マユリよ、一体どこで落としたのだ。わかんないから探してるんだよ。あと見つけても売らないからね。その1万円、この俺の研究資金にしてやる。だから売らないってば。マユシーの名前書いちゃったし。トゥッテルー、ウーパさん、ウーパさん、出ておいで。おのれ、金にしか興味のない下劣な奴め、恥を知れ。オカリンもね。マユリ、ここにいろ。
なんで何があったの？顔色すごく悪いけど。人が死んでた。え？